はい、撮影を始めます。今度はよくこれを確認してから撮らんばダメだよ。さっき確認しないで撮った、撮った。ねえ、やっと80分になりました、この声が。錦鯉はさ、子育てと一緒で年数がかかりますよね。何年もかかるもん ね、 そうですね。大日さんが作ってる声もみんなそうですけれども、ね、なかなかここまでの声はできません。あ、この近代昭和もいいと思います。みんな大日料理場の2世3世みたいなもんですから僕は大日料理場のあそこの大日さんの社長の僕は子分みたいなもんですから。ねえ、そうそう、ありがとうございました。もう今のそのジェスチャーでも値段がもう3倍くらいになったと思いますけど大変なんだからもう。ね、大日さんの DNA でね。そうだよ、大日さんの DNA なんだからみんな。いい、でもいい白地してますね。ね、そうだよ、これはやっぱり大日ブラッドラインしかありえない。こういうのは。いや、そんな、うん、オーモブラッドライン。いや、オーモブラッドラインじゃ物が売れませんから。そういうんです。みんな大日ブラッドラインですから、ぜひですね、大日さんよろしくお願いしますね、これに。よろしくお願いしますね、大日さん。ああ、こう言って楽しいですね、本当にね。やっぱりさすがに泳ぐ宝石と言われるだけのことはあります。今日ここに出てくる鯉はみんな泳ぐ宝石ばっかりだと思いますから、ぜひ来場者の人も楽しく観覧していっていただきたいと思います。きっとこのプールのどこかに大日料理場と書いてあれば品評会に入る上位入賞するんだと思いますが。どうも錦鯉新潟ダイレクトではまだブランドがないんでダメだと思います。大日さんねえ、大日さんね、これフェイマさんですか、それ。ああ、そうです。お願いしますよ、本当に。ああ、でもさ、これはやっぱりね、面白くね、冗談言えるのは楽しいね。錦鯉のいいとこはね、審査は審査として楽しくね、しないとね、皆さんでね。よし、昨日でも遅くまでかかったんですってね、大変だったですね。ああ、そうなんですよ、いや、水がね。はあ、はい、やっぱこれ、アイリカイだと、プールの水量が多いから、はい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 、と比べると、あとかね、はいはい、そうですよね、プールの数も増えたんですって、増えたんですね、すごいね、本当そうですね、いいですね、それは、そうですよね、ますます盛んになって、いいことだ。
じゃあこれで大体撮影を、今度は撮影していたみたいだから心配ない。怒られない怒られない怒られるよ本当にまずいよ。よし、ありがとうございました。はい、大日さん、陳さん、ありがとうございました。皆さんどうもご歓談いただきまして、これでもすごく値段が高くなってしまいました。はい、ありがとうございましたね。よし、じゃあ陳さんありがとうね、すいません、はい。